寝言とか言うタイプっすか。俺多分言わんのっすね。いびきもかかず。そうなんだ。じゃあ起きてる時だけなんすね。そうっすね。いびきもかかず、タバコも吸わず、お酒も飲まずっすね。いいっすね。モテそう。はい。いい男じゃないっすか。いい男か。いい男かもしれないか、俺。彼氏にしたいタイプっすよね。ハセシンさんは安心するな、なんか。そういうのでね。浮気とかしなさそうやし。まあ、ね、そうね。うん、一筋ってやつっすね。さすがに。さすがにね。有料物件だ。まだ空いてますからね。だって。こればっかりは。せいさん、これあげるっすよ。ありがとう、ありがとう。おいっす。ハセシンさん、面白いな。ツボだな。いやいやいや、そんなことないですよ。あなた面白いですね、あなたも。面白くないですよ。待って、笑ってるだけだもん。いや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 、でも笑でも笑うっていいことっすよ、マジで。そうですね。ありがとう、笑わせてくれて。豪快に笑っていきましょう。何十年も今後。関さん、明確に何歳ぐらいまではこの世界で活動すると決めてんすか。俺っすか。はい。適当っすね。まあ別にいつでもいつまででもいいし、別にいつでもいいと思って。いや確かになんかいつまでにしようってやっちゃったらどっかでだれちゃいそうやしな。あー、なんか変に力抜けて終わりが見えてたら。そうね、なんかなっちゃいそうっすよね。うん、変わっちゃいそうではある。いやでも俺は普通に永遠にやっといてほしいな、関さんに。やっててほしい。お願いします。まあまあ、ほんまにずっと見させてください。頑張ります。お兄ちゃん。俺はとりあえず30歳まではあと2年はゴリゴリにやるっすね。え、待って、なんか短くないっすか。で俺も30になったら引退っすね。ええー、ダメだよ。嘘っすよ。あー、そうっすよね。よかった。はい、あと15年は行くかな思ってますね。はい、でもどうします、俺スンってこの世界がいなくなっちゃったら、みんな寂しがってね。やめる時すんだと思う、なんかいいイメージ。おもろいな、でもそれはそれで。来月引退しますとか言い出して。あ、そう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 、そんな感じがする。どうなんだろうね、なんかあんま想像つかないよね。どうなるんすかね。自分でも想像できやんな。やめる時、引退する時。うん、確かに。祭りも想像できないな。こんな感じなんやろ。でも引退したくはねえな。マジでわからん、イメージ全然できひんな。まずい、金持ちと結婚したらやめます。ちょっとリアルすぎる、リアルすぎる。あかんあかんあかん、ダメ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 ですよ、ダメですよ。マジでダメですよ。冗談ですよね。嘘でしょ、冗談じゃないから、全部嘘です。嘘です、冗談です、これ全部冗談ですよ。びっくりしたぞ。関さんと俺はもうドキドキしましたもんね、一瞬で。あー、なんやこれ、大丈夫かって。ほんま、びっくりすんね。びっくりした、ほんまに。心臓キューやで、ほんま。ことぶき対処させてもらえないんだ。いや、まあ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 ね。まあまあ、なんとも言えんな、俺と関さんは。稼いでる人いたら全然、いつでも連絡くださいと。稼ぎがすべて。うわー、今めっちゃリアルではあるけど。やめちゃったらじゃないですか。俺ってもうね、5000兆円あげますってポンと忘れたらね、そのまま俺どっか行っちゃうよ。やったって。5000兆円俺はどっか飛んでいくっすね。あー、どこ飛んでるまで。はい。5000兆円夢あるなぁ。見たことないもんね。それほんまに札束になったらどんな量なんやろ。確かに。倉庫1個分ぐらいなんちゃうか、ほんま。5000兆円が埋まりそうな建物探しに行きますじゃん、今から。コスト予算より多いんだ。ゲームやめないと思うんだよな。ゲームやめてなかったら何かしら私配信してると思うんだよな。やることないんすよね。ないもん、だって俺ゲームだけしてこの年まで生きてきたんだもん。俺もっすよ、喋ってゲームだけしました。こんな起きなっちゃって、ゲームこっちゃ。そうなんだよね、気がついたらね、33のおっさんになってるから俺。俺も28の。松井のコメントで、ハセシンさん、はい、なら玉の輿になれるよって任しゅとし。ダメっす、ダメっす、ダメっすよ。マジでダメっすよ。意味わかってないっす、ハセシンさん。どういうことっすか、玉のこ、なの、玉の輿ってなんすか。あれっすよ、ハセシンさんって妖精さんみたいな、なんか。マジ意味わからず言ってる。妖精さんみたい。まずいこと言っちゃった、俺。ごめんなさい、ごめんなさい。ちゃう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 。バブすぎ、それは。ちょっと。何やりやり。いやいや、ハセシンさん悪いけど大丈夫。何やり変なこと言っちゃうよ。俺悪いこと言ってない。ハセシンさん悪いこと言ってない。わぁ、ちょっと頼むね。大丈夫、本当に大丈夫。ほんまに大丈夫。あ、大丈夫よ。ごめんなさいね。いいね、ハセシンさん。ほんまに俺知らんだけやったよ。ほんとに妖精さんみたいだよ。
いやマジの妖精ですけど大丈夫？あ、そういう意味？いやマッテさんごめんなさいちょっといいですあなたはラグラグラグそういう意味ねやばいうわ終わった逃げろオッケーもうどさくさに紛れてごめんやけどマッテリさん俺意味わかったけどごめんなさいいやいやいやあなたちょっと無理ですごめんなさいね俺自分のことだけで精一杯なんで厳しいっすねごめんなさいね意味理解しましたマッテリファンの皆さんすいません意味わかったっすねごめんなさいまた振られたみたいなちょっと行きましょうじゃあこれ本当ラストでオッケーファイナルラストすいません本当にさっきの一応意味分かってなくて改めてしっかりとごめんなさいねさっきノリで冗談で言ってみたけどごめんなさいね意味ちゃんと理解しました今すいませんねまつりさんまた一つ賢くなりましたねまつりファンの皆さんごめんなさいねすいません今理解しました内容大丈夫だよ安倍晋さん安倍晋さんは俺から見ても本当にちゃんとしたやつだって思ってるから本当に派手診断ちゃんとしてたと思ってるから俺マジでごめんなマジでほんまにごめんねいやめっちゃ謝るマジで意味分かってなかったからごめんなさいねめっちゃ振られてる人みたいになってるから今ごめんなさいねいやかわいいかわいい妖精さんやからまあ、ピュアではあるよピュアではあったね完全にねまあね完全に初めて聞いたねその言葉マジでマジで初めて聞いたねそれはすごいなどんな環境で育ったほんまに初めて聞いたね俺すごいないやそうっすねピュアレベル完全に玉残しっていう言葉を聞かずに生きていけるのえ玉残しっすかそう玉の腰どういうことっすかえ玉の文字もわからんすあんまり玉の腰玉普通に玉のどの玉かによるっすねなんかあーでもコメント欄今出てるっすわこれかそう、たまね不適切な説明しかできないなんでだよなんでだよそれ以外のたま知らないなんすよそれ以外のたま知らないちょっとわーだめ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 大丈夫ですかあー危ない危ない